出たなんていうのはほっといたらあかんねん。いっちゃん危険。お口開けてください。口元美容香りです。歯茎から海が出てる、なんか黄色い汁出てくるなんて人おらん？結構さ、歯茎から海出てたりっていう症状持ってる人いてはったりすんのよね。嫌いこっちゃな。産んでるってことはなんかあるってことやもんな。心配やんな。なんでこんなことになってると思う？歯茎から海出た時その原因は何なんや？どうやったら治療できんの？治るの？知りたいやろ？せやねん。実はやな、ただ単に海が出てる言うたってじゃあ何ってわからんかったりするやんか。どっから海出てるかっちゅうことがまず大事やねん。歯があるやろ？肉の中に埋まってるやんか。ここに骨あんねんけどな。この歯茎のこっからプチュプチュプチュって海が出てくるわっていう人は歯の周りの炎症なわけやから、いわゆる歯周病、歯周病で産んでるわけよ。だからやな、こう歯あるやん、歯並んでるやん、その歯茎のところからブニュブニュブニュって海出てくる、こういう人は歯周病なわけよ。せやから当然ながら歯周病の治療はどうすんの？家では歯磨きやんな。ここにバイ菌が溜まってんねんから、バイ菌をのけなあかんわけやろ。歯医者さんではここに入り込んでしまってるバイ菌を歯石とともに取っていくっていうこともせなあかんし、歯ぐき自体が回復するためにはタンパク質、鉄、ビタミン C っていうものをちゃんとしっかりと取らなあかんわけよ。こうやって歯周病を改善していくっていうのがこの歯ぐきの際から海が出てるとき。でも歯ぐきの下の方でプツンって海出てきたわーいうことあれへん？なんか下の方で海袋みたいな白いのがプツッとなって押したら海が出るとかあるやんか。これは根っこ、この根っこに海袋ができたりしてるとき。これなんでなんのかって言ったら、歯の中に神経血管がもともと入ってる管があって神経血管通っとったんや。もともとは全部さ、肉の中からこの神経血管おんねんで、おんねんけど歯の部分が神経取ったりすることはられへん。虫歯大きなって、ああここも感染しましたね、バイ菌入っちゃいましたね、神経死んじゃいましたね、なんかなったら神経取ってここ薬で詰めて終わって、まあ詰め物したりするわけよ。この歯がもう生きてない、生きてる神経がない、取っちゃったよ神経取った歯なんていうのは一回バイ菌入ってるわけよ。しかも神経の管ってさ、写真で見たらなんか一本筋いってるみたいかもしれへんけど、まあ厳密に言うたら枝葉とかがこうひげ根みたいなのがいっぱい出てんのよ。細かい複雑な形してんねんな。こんなとこにもしかしたらバイ菌も潜んでる可能性はゼロでもないしさ、産んでしまいやすいのよ。自分の抵抗力、免疫力落ちたらさ、風邪ひいた、寝不足続いてんねんなんていうことになったら産んできたりするわけよ。バイ菌悪さし始めるわけよ。で海が溜まってきました、うわー出口がないよって歯茎を突き破って出てくる海っていうのがあるねんな。これはもうほんまに歯医者さん行って爪も外して歯の中の薬一回取って中もう一回消毒していかなあかんねん。家でほっといたってこの海袋がどんどん大きくなってくるばっかりやから、歯を支えてる周りの骨がなくなるわけよ。だって歯の周り全部骨でしっかり支えられてるから硬いもん噛めんやろ。でもそれが海袋に置き換わっていくってことは支えがなくなっていくっていうことやから、歯グラグラもしてくるし抜けてしまうかもしれへんわな。当然歯周病だってこっからバイ菌入って海がこっから出てくるのもどん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 この歯を支えてる骨が溶けていってグラグラしてきて抜けてしまうから、海が出たなんていうのはほっといたらあかんねん。いっちゃん危険。あ、抜けてしまうかもしれん、このまんまではって緊急事態です。なので海袋見つけたら、海出てるって気ぃついたらぜひぜひ歯医者さんに走っていって、でしっかりと根っこんところか歯ぐきんところちゃんときれいに消毒してバイ菌を取りましょう。それから当然ながら肉を回復させる、さっきも言ったタンパク質、鉄、ビタミン C なんていうのをたくさん取って元気な体作りも一緒にやっていってやん。怖い海要注意。
チャンネル登録お願いします。高評価ボタンもよろしくです。歯を大事にしようね。バイバイ。